さてさ、シャオコレでございます。絶賛ですね、断捨離の断捨離業務が終わった帰り道なんですが、帰宅時間なのかな、日も落ち出して帰宅ラッシュの国道246、それを今やっと抜けようとして右折を待っています。なんかね、フロントガラスにちっちゃいポツポツとしたね、また雨が降り出してるんですけど、最近夜降るのがねすごい多くて、しかもほんのちょびっとね、これちょっと嫌なんですよね。降るんだったらもうガッと降ってほしいし、降らないんだったらもうピタッと、なんかそのにもう尿漏れみたいな感じのこのちょびっとした感じが車を汚すよね。そういえば雑談なんですけど、この以前ね、車のあのサイドブレーキのランプがずっと点灯して、ブレーキパッドですかが消耗しているよという状況の中で、あのこのミニを買ったディーラーの僕の購入の手続きをずっと同じ人がやってくれてる男性の方がね、あの連絡先を知ってて、その連絡先を iPhone に入れてたら LINE が出てきてね、大人としてはね、一度多分 LINE で、 LINE にさ、友達リストみたいなところにその人がいるからっていうことで LINE で連絡するんではなくて、一度会社を通してその僕の買ったミニのディーラーのところに連絡をして、で僕の名簿が多分残ってるんで、まあ、こういうもので、でこういうことがあったんですけどっていう風にお伝えをしたら、ちょっとエンジニアに変わりますって言って電話を保留していただいたんですけど、担当の方が電話に出ていただいてね、ブレーキのこういうアラートが出ていますと。でなんかそのここの画面が見たいとかっていうことで、結局あの僕の LINE が向こう方にも出てるから、じゃあ LINE でやり取りしましょうということで、一度その会社を通しての電話を切って、現在も LINE を行っていてっていう形で、この経過といいますかね、このミニの今の現状をお伝えしたところ、5月の車検まではまだ大丈夫でしょうと、まあ、乗り方にもよるけれども、あのこれぐらいの乗り方をしてますみたいな風にお伝えをしたら、今現状でアラートが出て、いち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 ね、エンジンをかけるたびにこのアラートがめんどくさいようであれば先にお持ちをいただいてもいいですけど、まあ、車検の時と一緒でも大丈夫ですよっていう風に言っていただいたんで、とりあえずは一回一回ね、ポーンっていうアラートの音が出るんだけど、まあまあそれでちょっと待とうかなと。一応もう車検の日にちも仮の仮みたいな形で、全然5月の予定がわからないんで、その予定もね、予定の予定の予定ぐらいで仮押さえみたいなのしてるんですけど、とりあえずはそういった形でした。僕のこのブレーキパッドは一瞬迷ったんですよ。なんかあくまでもね、僕の個人的な意見ですけど、ディーラーさんってそういうのってすぐに対応しないとダメですよって言われてね、急な出費がかかっちゃうかなって思ったんですけど、親切に対応していただきました。もちろん早く交換することに対してね、悪いことは一切ない、安全運転を心がけるのであればね、そういった対応はすぐさま行うんですけど、財布が空っぽなもんでね、国道と国道の今間の道を走っていましてね、建物といいますか飲食店なども急になくなっちゃったんで、なんかすごい暗いですよね。この辺で一回終わりますか。あんまり中身のないお話でしたけど、はい、すいません。ではシャオコレでした。また明日。